皆さん、毎度2時3時公式つよつよキルベロス犬いたことハロハル、2時3時所属バーチャルライバーのカイラハルです。というわけで、はい、見たのみんなまあ、後編だけ見る人はあんまいないかもしれないですね。いや、わからん、もしかすると。あ、見に来たふとここに出会った人もおるかもしれない。あ、いるかもしれないですね。この動画はですね、うんうん、2部編成の後編となりますので、まだ前半見てないよという方はぜひカイダハルの YouTube チャンネルにてご覧いただけますと幸いでございます、はい、というわけで、うん、前半なんか印象に残っていたもの VTR の中とかでありますか？僕やっぱグルメが、いや、グルメね、グルメの中でも、うん、やっぱいちご削りかな。いや、そうね、なんかこう球場ってなんか結構冷たいものとか、うん、さっぱりしたものとかが結構似合うからね、うんうんうん、いや、応援してるとこう熱くなってくる、熱くなってきてね、ありますから。それをひんやりとしたいちご削りで、うんうん、なんか美味しそうやったもん ねいちご削り、いや、芋かやっぱ芋、やっぱ芋か、芋、あ、私といえば芋、いや、私といえば芋私といえば芋一般的な、一般的に、ね、でもいくらも美味しそうでしたもう何でもかんでも美味しそうなものがたくさんありますけれども、後半のパートも何が出てくるのやら。いや、本当ですよ。もうどんな情報が来ても驚かないという気持ちがありつつも、あ、すごい構えてる。前半もうだいぶいろんなものに驚いたので、うん、後半もね、楽しみに、うん、そうですね、見ていきたいなと思うので、ぜひ皆さんも一緒に楽しんでいただけたらと思います。お願いします。では早速後半パート見ていきましょうか。はい、 VTR スタート。カイダさん、イヌイさん、こんにちは。こんにちは。本日のツアーガイドを務めますファイターズガールの日野と琴音と上村優奈です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日はカイダさん、イヌイさん、そして視聴者の皆さんに、うん、北海道日本ハムファイターズとエスコンフィールド北海道の魅力をたくさんお伝えしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。それでは早速自己紹介からさせていただきます。ファイターズガール4年目の日野と琴音です。皆さんぜひ琴ちゃんと覚えてください。琴ちゃん、なんか私は実はファイターズガールになる前にビールの売り子さんをしていたこともあるんです。そうなんや。なのでスタジアムへの愛は誰よりも深いです。よろしくお願いいたします。素敵。ファイターズガール1年目の上村優奈です。ぜひ皆さんチャムナと呼んでください。お家で1匹トイプードルを飼っているのですが、そのワンちゃんの名前がチャムという名前なんです。そこに私の名前ユーナの名をつけて、周りからはチャムナと呼ばれていました。ぜひ皆さんも気軽にチャムナと呼んでください。よろしくお願いします。それではここから選手の皆さんが試合の際に控えているダグアウトと言われるベンチを見学していただきます。それではご案内いたします。こちらのダグアウトも選手の皆さんの要望を聞きながら、かなりこだわって作られた場所の一つとなっております。まずはここ一塁側はファイターズのホームベンチですが、三塁側にはない監督専用のシートが作られています。こちらは新庄監督より左右どちらからでも試合が見られるようにとの要望があり、左右対称のデザインで両端に配置されています。また選手の皆さんが座るこちらのベンチにもこだわりがあり、アメリカの球場感を再現するべく木が使用されています。こちらは北海道産の木が使用されているそうです。こだわりが。そしてダグアウトの後ろ側、よく見ていただくと黒い部分の上の部分が棚のようになっているのはお分かりいただけますか？はい、あちらは野球道具を置く棚となっていて、選手の皆さんが道具をさっと取ってすぐに試合に出られるように作られています。その他にも寒さ対策として空調設備や、なんとベンチ自体にも暖房が備えられています。ベンチに？すごい。さあ、それではここから皆さんと一緒にグラウンドを歩いていきたいと思います。では歩いていきましょう。すごい。さて、今グラウンドを歩いていると足元音がザクザクなるのはお分かりいただけますか？はい、こちらはウォーニングトラックといいまして、選手の皆さんが夢中でボールを追っていても、この先にフェンスがあることが分かるように足を踏み入れると音がザクッとなって、足の裏の感覚が変わるように作られています。ちなみにこのウォーニングトラック、幅は約6メートルあり、土質は富士山の溶岩を砕いたものが使われています。そうなの。土つながりでお話をしますと、
マウンドと内野の土はアメリカから輸入したものが使われており、土質はレンガを砕いたものです。レンガな。フィールド面は水をまくことでプレーに適切な硬さが維持でき、崩れにくく走りやすいためイレギュラーバウンドも起こりにくいそうです。あ、なるほど。さあ、そして皆さん、こちらをご覧ください。こちらに見えますのがファイターズのホームブルペンです。こちらは天井のないとても珍しい作りとなっております。また選手の皆さんとファンの方々との距離がとても近いのも特徴的です。中継ぎ投手のピッチング練習に興味がある方はブルペン上のブルペンシートでのご観戦をおすすめいたします。ブルペン見たい人いっぱいいるだろう。さあ、そして皆さんの左側に見えておりますのがエスコンフィールド北海道の特徴でもある天然芝です。こちらの芝は寒冷地に適した2種類の芝が混合され使用されております。2つの芝は夏の暑さは苦手ではありますが、夏の暑さに対する耐性が異なるため混合して使用することでプレー環境や見栄えの維持向上を図っております。またこちらの芝は北海道の千歳市というところで2年半ほど育てられて、約4センチメートルほどのロール芝にしてこちらに搬入されてきました。そして皆さん、先ほどから何やら音が聞こえていると思います。実は今芝刈りを行っている最中なんです。シーズン中の芝刈りは最大週3回ほどで、芝を全面一人で刈り込むとなんと約6時間もかかる大仕事だそうです。みんなでやろう。そして芝をよく見ていただくと、ところどころ縞模様になっているのはお分かりいただけますか。気になってた。こちらは芝刈り機の進む方向に向かって芝が倒れることによってこの縞模様が出来上がっているそうです。そういうことなんだ。さて皆様、こちらの壁画をご覧ください。ファイターズの歴史あるユニフォームを着た子どもたちに寄り添う男性の壁画がございます。こちらの男性はファイターズの初代オーナー大こそ義則さんで、大こそさんは2009年に野球の発展に大きく寄与した功績をたたえ野球殿堂入り。その野球殿堂を記念してオーナーとしては史上初となる背番号100番が永久欠番として制定されました。左上にはローマ字で大こそ、その下には数字で100と書かれておりますが、こちらは大こそさんに敬意を表してお名前と背番号が描かれております。さて、こちらに見えておりますのが球場内ビール醸造レストランの空と芝 by 夜な夜なエールです。こちらはここでしか飲めない特別なクラフトビールが楽しめるお店となっております。ビール好きの方はもちろんですが、ビールはちょっと苦手だなという方も、もちもちなチーズが美味しいピザもございますので、ぜひご家族皆さんで足を運んでみてください。種類がすごい。さあ、そして目の前に見えておりますのがエスコンフィールド北海道のランドマークでもあるタワーイレブンです。タワーイレブンの由来は海外でも活躍するダルビッシュ選手、大谷選手の2選手に敬意を表して、お二人の共通項でもありファイターズの特別な背番号11よりタワーイレブンと名付けられました。あ、タワーイレブンの中には宿泊施設や温泉、サウナ、美味しい食事が楽しめるフードホールや、なんとミュージアムまでご家族皆様で楽しめる施設がたくさんございます。こちらも休日のお出かけ先としてぜひ遊びに来てください。こちらにはダルビッシュ選手と大谷選手のウォールアートがございます。こちらは一般開放しているエリアですので、皆様もぜひ記念にお写真お撮りくださいね。さて、楽しい時間はあっという間でしたが、本日のスタジアムツアーもこちらのメインストアで終了となります。海田さん、井上さん、本日のツアーはお楽しみいただけましたか。めっちゃ楽しかった。皆様に会いできる日を楽しみにしています。本日はありがとうございました。ありがとうございました。どうする、温泉って言ってましたよ。あんなん1日で無理やん。やっぱ1日は無理だから宿泊施設が。いや、そういうこと。あ、なるほどね。数日にわたりだから、こう見て試合を、うん、泊まって、うん、翌日楽しんで帰るみたいなね。そうね、できるってことか。旅行できちゃう。いや、でもなんかあんなこうグラウンドとかさ、芝とか、うん、ああいう部分に、うんうんうん、あそこまでいっぱいこだわりがあるとは思ってなくてびっくりしましたが、うん、ね、てか芝の方向ってあれでね、
あれなんか模様あるなって思ってたけど、違う芝が植えられてんのかと思って。そう、ね、なんか種類がさかと思いきや、あ、そうなんだ、芝刈り機の方向だったらしいです。6時間ですって。一人でね、みんなでやろう、だからみんなで一列になるよ、みんなで一列ずつね。さあ、というわけで、うん、ツアーもね楽しんだところで、現在開催中のパリーグ6球団 ×2次3次コラボで我々2人が応援している北海道日本ハムファイターズのおすすめグッズを紹介していきます。楽しみ。はい、あ、お、こちらがですね、はいはい、ジンギスカンバリン、ジンギスカンバリン、ジンギスカンバリンということで、ほうほう、今シーズンからね見られるようになったダンス、へえ、ジンギスカンダンス。あ、そうなんだ、ユニークですね。これなんか2つこうシャンシャンってやってるじゃないですか。うんうん、なんか1個よりやっぱ2個買ってね、そうね、タンバリンみたいに使ってもらうのがこのファイターズガールさんたちのように、ね、良さそうですよね。あ、これはこれはねえの、これはちょっとねえの、これこちらファイターズキツネダンス耳カチューシャ、はいはい、わー、かわいいっすね。一世風靡しました、このね、もう僕でも大ブームのね、これやっぱみんな欲しい人多いです、うん、いや欲しいでしょうこれ、ね、マストアイテムですね。いや、もうこれはもう踊りたくなった時にいつでもパッてつけられるようにね、まあ常に準備していただいて、常に持っといてほしい、ポッケに入れといてさあ、そしてこちら、ほうほう、鮭丸縄付きぬいぐるみということで、ほうほう、これはこれあのね、どうやら鮭が川に帰ってくる時のように、うん、選手がホームに帰ってきますようにっていう願いが込められた。なるほど、すっごく美味しい、あ、違います、とってもね、縁起がいい鮭をモチーフにしたキャラクターということで、どうやらね、はいはい、伊藤投手が釣り上げたという噂が。あ、そうなんですか、はい、へえ、まあでも縁起物というか、そう、うんうん、かけてらっしゃるんですね。もうこれもダンスにぴったりですから、いいですね、うん、こういうね、なんかこう、うん、体を動かしながら応援できるのってね、すごいいいよね、テンションが上がって。いや、なんかね、いいっすよね、こう、うん、チームってと、うん、あとこのファンの人たちがこうなんか応援で一体化というか、うん、一緒に戦ってるぞみたいな、みんなでね、そう、気持ちがするっていうのがやっぱいいっすよね、うん、いや、体を動かすといえば、うんうんうん、エスコンフィールドがある北海道ボールパーク F ビレッジにはですね、うんうん、体験型アクティビティ施設がたくさんあるということで。あ、なんかさっきちらっとね、そうなんです、はいはい、今ご覧いただいているのが大型ブランコスイングマックスといって、うわ、結構結構スリルがあって、ね、人気のアトラクションということなんですけど、これ全然大人用ブランコじゃんいやこれ多分怖い人は怖い怖いと思う、これは私は乗りたいね。いや、なんかこう遊ぶところもあるし、あとグルメもねあるし、うん、なんか宿泊施設に、あとさっきあったこの温泉とサウナそうとかもあるっていう、もうマジで一日潰せちゃうぐらいのこう、そうね、なんならちょっと1日あと足りんかもぐらいの、ういうね、ちなみになんですけど、ほうほうほう、温泉宿泊施設もあるタワーイレブンなんですが、うん、水着などのアメニティが用意されているということで。あ、そうなんだ。なんで手ぶらで行っても大丈夫らしくて、へー、今日行っちゃおうみたいな、あ、もう、あ、今入りてのやつで行けちゃうっていう、全然行けます。へー、じゃあなんかあれですね、試合がなくてもこう、そうツアーね、参加したりとかね、うん、施設を満喫するみたいな、いろんな楽しみ方ができるっていう感じ、いいっすよね。そうなんだよ、うんうん、でツアーではですね、はいはい、ファイターズガールさんのお話を聞きながら、うん、実際にグラウンドをこう一緒に歩いたりとか、貴重な体験ができるんですが、めっちゃいい、唯一、ほうほう、プレミアムツアーというプランがあるんですが、あら、お名前、こちらではなんと選手のロッカールームえや、うん、なんとなんと、はい、新庄監督の監督室まで見れちゃうってことあ、マジですかそんなことしていい、なんか大丈夫なんですか、そんな見せちゃって、そんなレアなことがあってファン気絶するで通い詰めちゃうかもしれない、通っちゃう、今日の監督室はどんな感じかな、今日は監督室どうかな、うーん、湿度が昨日より1度高いみたいなみたいな感じで、ということで、もう皆さんもきっとね、うん、行きたくなっちゃうぐらい、うん、たくさん魅力が詰まった素敵な球場ということで、ね、ツアーね、今回紹介してくれてます、うん、ファイターズガールのお二人、どうもありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、はい、改めまして、
パリーグ6球団 ×2 時3時コラボでは8月24日の15時に楽天コレクションにてオンラインくじを開始予定です。またコラボ応援グッズも EC で発売予定なので要チェックでございます。僕たちのね、グッズとかをゲットして、もうぜひぜひちょっと球場に連れてってあげてください。連れてって、もう全国連れて行ってくれ、頼む。もう宿泊施設にも一緒に泊まらせてください。いろんなところに連れてってくれ、何とぞ。はい、それでは、はい、楽しい時間はあっという間ということで、うん、そろそろこのあたりでね、はい、おしまいなんですけれども、はい、また皆さんどこかでお会いできればと思います、はい、それではお送りしましたのは犬いとことカイラハルでした。バイバーイ、バイバーイ。